金曜飛び出せ飛行船、飛び出せ飛行船。この番組は飛行船アグリの提供でお送りします。金曜飛び出せ飛行船、皆さんこんにちは、中里優奈です。今週も飛行船の桶田博信専務とお送りしていきます。専務よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ専務、はい、あの SNS をですね専務の見たんですけれども、はい、能登に行かせていただきました。はい、してらっしゃいましたよね。そうですね、先月の9月の27日ですね、はい、鈴を全般にですね能登半島を回らせていただきました。まあ、今回は能登半島豪雨によってですね、本当、はい、瓦礫から流木から、もう大変な状況の中で鈴市にある仮設住宅の第二区というところに行かせていただいたんですけれども、そこで家も全壊になって、はい、で仮設住宅に住まわれてる方 で山をお持ち で、うん、で田んぼ自体は津波で塩害で全滅、また今回も豪雨でですね、その復旧作業を行うのに電気がないと、はい、瓦礫を撤去することもできないと。で、じゃあバックホーミニユンボですね、はい、ミニユンボとその電気を確保するのに発電機ですね、はい、それをメインで積ませていただき、そしてその仮設住宅が、30世帯約80名の方々に、じゃあ食材野菜を、中心に持っていったらどうですかと説いてみたところ、はい、もう泣いて喜ぶから頼むっていうことで、重機プラス、お野菜を、果物を持っていくことができたと、はい、実際26日前日積み込んで出発して、はい、明け方ですかね、明け方にはなんとか到着できて、そこから1日回ることができて、はい、能登半島から入り七尾を越えて奥能登入って能登町を越えて珠洲市、我々が行ったのは珠洲、能登半島の内房にあたる側の珠洲市、第2区なんですね、はい、その珠洲市の方からお手紙をいただいてますので、そうなんですよね、ぜひ姫、はい、よろしくお願いいたします。はい、読ませていただきます。桶田博信様ということで、先日は遠方よりバックホーの運搬お疲れ様でした。ありがとうございます。早速バックホーの敷地造成の試運転を行いました。また発電機の電源で全壊した自宅の電源工具の作動確認をし、これからの家の取り壊し準備が整い安堵しているところです。なお大量の物資をお届けくださったお野菜そして果物を仮設住宅の代表の十字さんですね、はい、十字さんの采配のもと女性の方々が集まり仕分けを行い、当日中に仮設住宅と地元の町内、隣接の両町内総計約80個余りに配布されましたということで、多くの方がこのお野菜ね、そして果物届いたということですね。いや本当に嬉しいですね。で大変だったと思うんですよ、はい、やっぱり仕分けをして仕分けを行い、ね、その現地から届けるっていうことを、我々東日本でもずっとやり続けてきたことで、はい、一番大変だった部分なんですよ。やっぱり現地の方が協力してくれるっていうのが、我々が行ける一番の最大の強みでもあるし、ありがたいことですね。さあそして私は鈴の自然や文化に魅力を感じ市内に移住してきた若者のグループのところへ出向き、リンゴを配布しました。多くの人たちが地震や豪雨で鈴から離れ便利な都市へと転移する中で、この子たちは子どもの教育や銭湯の跡継ぎ農業などと自ら事業を立ち上げた期待する若者たちです。ちょうど震災で10人ほどが集まり銭湯の井戸水のポンプの修理をしているところでした。住民も若者も栃木の飛行船からの新鮮で美味しい野菜果物ですと渡すと、こんなにたくさんの品物を本当にいただいていいんですかと戸惑い喜んでおられました。うわめっちゃ嬉しいですね、品物の多さと重さと新鮮さが震災始まって以来という、うわそうなんだ、もうどんどん届けたいですね。私はその夜家で美味しいお酒をいただきながら妻と共に野菜の天ぷらをゆっくりいただきました。あ、たまんないですね。いや今回思いもしない飛行船とのつながりで皆さんに喜んでいただき明るい希望が湧き感謝しています。なお鈴の地下資源である珪藻土の埋蔵量は日本一と言われていまして、これを生かすことができないかと大谷石の魅力を強く感じております。
発電機1台は自宅解体が終わる12月末に、もう1台は山小屋の崖崩れの片付けが終わる時点で来年5月くらいまで借用させていただきます。まずは心よりお礼までに皆様方のご活躍そしてご健勝をお祈り申し上げます。珠洲市池谷寺さんです。いやー、池谷寺さんさすがですね。もう目に浮かぶようですよ。本当にこの方、役所で、役場でね、はい、若い頃働かれてて、その、珪藻土って、その、珠洲市ってたくさん山にも埋まってるし、沿岸にもたくさんあるものが、はい、今回の地震と津波と、豪雨で、たくさん流されてしまったんですよ。もともと観光資源、文化を、取り入れたいということで、栃木の大谷に今、盛り上がってるじゃないですか。そうですね、観光、あの地区盛り上がっていますね。観光客を呼び寄せたいということで、はい、なんとかそれを真似して、いいところを珠洲市に取り入れられないかということで、あと8割完成してたんですよ。それが、その、施設が今回の、はい、地震と豪雨で全部パーになってしまったと。でも諦めないと、また絶対復活させるっていう思いでね、この栃木とのつながりっていうのも運命だと思うんで、今後もねぜひつながっていきたいと思ってます。池谷さん本当にありがとうございます。いや、発電機今回あの持ちになったということでお手紙の中にもあったんですけれども、この記録的豪雨が発生したのが9月21日ということで、はい、専務が向かったのが26日、そうですね、27日頃でしたよね。はい、はい、そうです。もう約1週間経ってもなお電気は復旧していない、はい、復旧しているところといないところと、はい、我々が行った奥能登町はちょうど我々が到着した時に復旧した。そうですか。それもやっぱり、いや、あと1ヶ月かかるよって言われてたものを町民で、そこの地域でそれはもう無理だよ、はい、1ヶ月待ったら田畑も稲も全滅してしまう。ちょうどそうですよね。なんとかしてくれと。そのために復興の米を作ってるんだと、なんとかそれで無理やりと頑張りで伝えて復旧したっていう地域もあったんで、やっぱりたまらないですよね。そうですよね。そのためのそれに命をかけて、そうですよ、稲を作ってきた方もたくさんいらっしゃったんで、やっと収穫の時期が来たというところでしたもんね。そうですね。そこに、間に合わないかもしれないから、はい、でかい発電機、乾燥機回すための発電機も届けてくれっていうことで、奥能登にも我々行かせていただいて届けさせていただいて、そのお礼に、はい、奥能登の100万石米をですね、預からせていただいたんで、はい、ボランティアの皆さんと、分けて味わいたいなと思ってます。そうですね、まさに復興の味ですよね。そうですね。まだまだ、道のりは長いですけれど、はい、一日も早いね、はい、復旧をお祈りしたいと申し上げます。はい、さあということで今週はお手紙ご紹介する飛行船となりました。専務、今後も、はい、あの活動ありましたら、もちろんです、はい、今後とも間違いなく継続していきますので、はい、随時報告したいと思います、はい、でご協力もお待ちしております。さあ今週も桶田博信専務とお送りしていきました。ありがとうございました。ありがとうございました。金曜飛び出せ飛行船は毎週金曜日の午後4時半から放送しています。来週もお楽しみに。